ってきたぜ。ベリアル、そこまでだ。光の国は我々が守る。お前の好きなようにはさせない。貴様ら邪魔だ。どけ。
今度こそいただくぞ。これ以上罪を重ねるな。邪魔をするな。エリア、ウルトラ戦士の心をなくしたのか。ウルトラ戦士の心なんてのは何万年も前に捨てたよ。俺は宇宙最強の力が欲しいだけだ。の国の最後を見届けている。ベリアル、さらばだ。残された最後の光が消えたらこの星は滅びてしまう。光の国は俺が守る。ギャー、ウルトラの星は必ず復活する。それまで俺がこの光を守る。タロウ、我々の息子が最後の光を守ってくれた。ええ、まだ希望はある。ってことだ。メビウス、大丈夫ですか？我々に残された時間が少ない。あいつを倒す方法はないんですか？ウルトラの力だけでは奴を倒すことはできない。しかし彼なら、彼、ベリアルと同じ遺伝子を持つあの地球人のレイオニクスなら。レイオニクス、レイブラッド星人の血を引き怪獣を操る力を持つ青年だ。彼ならばベリアルを倒す力になってくれるかもしれない。その人は
一体どこに？